スーパーサイヤ人のムキムキ状態っていうほど欠陥形態じゃないよな。少なくともとんでもない出力の形態ではあるんだし、攻撃が当たらないなら当たらないで仲間と連携して当てる工夫をすれば良いだけだと思うけど、そういうことは一切考えてないんだよな。スピードが鈍る理屈が一つわからんちん。体重が変わるわけじゃなしに。実際のスポーツでも筋肉つけすぎると動きが鈍くなるということはよくあるのだ。エネルギー並みのスピードも鈍るのだろうか。超ベジータみたいな第二形態からパワーだけ加算してスピードが上がってないという理屈だと思っている。エフェクト的に戦闘力ではスーパーサイヤ人2の領域だったのかもな。攻撃を当てさえすれば普通にピーセルを倒せるレベルで。スーパーサイヤ人さんって画像よりムキムキってわけじゃないから2に少し大猿のエッセンスを足してる状態なんだろうか。当時は眉毛がなくなることに違和感しかなかったけど。という概念がある時点で実際の格闘技と同じだと考えるべきじゃないかもな。気で筋肉が短期的に増強される世界だし。パワー増加に集中するからスピードというか柔軟性が落ちるのか？正直悟空さの戦法で瞬間移動して不意打ちってのが一回だけとはいえ成功してるんだからムキムキみたいな状態も別に無駄じゃないよね。戦闘方針を決めるに人が二人とも怠慢至上主義だから仕方ない。いや、瞬間移動とか使った不意打ちは怠慢とかそうじゃないとか関係ないでしょ。瞬間移動かメハメハというコンボがあったんだから多少スピードが下がろうが問題なかったような気もする。ムキムキ形態がダメだっただけで調査見る限りパワー偏重消費激しい形態路線自体は間違ってなかった。海王星かなんかでムキンクスに死ぬほどエネルギー並み溜めさせてそこを悟空が連れてきたれば。瞬間移動とかで相手を捕まえてから筋肥大して倒せばいいのに。ブロリーもムキムキやめた方が強くなるの？見直すとわかるけど超のフルパワーはあれ、スピードもパワーもタフネスも全て上がってる状態だからむしろムキムキをやめない方が強いぞ。漫画のムキキャラはかませだからね。ドラゴンボールはどっちかというと強いやつはスピードパワー全てにおいて強いって感じだったんだがな。急激に筋肉が肥大化したせいでフォームが崩れて攻撃がテレフォンになってるって話じゃないか？スピードはスピードでもジャブを最速のパンチと呼ぶ類のスピードってことで。スピードばかり言われるが、ちょっと変身しただけで汗かいて息整えてるあたりスタミナ面の方が致命的だと思うの。引き打ちされたら最悪自滅じゃないか。捕まえてドンってなれれば強そうだけど格の面倒そうだからなさそうだな。筋力が増えたらパワーもスピードも上がるに決まってるだろ。つまりトランクスは筋肉が足りなかった。筋肉は裏切らない。主要の鬼が言うと説得力がある。筋力上げたらスピードが上がるってわけじゃないぞ。それなら重量上げ世界一位のパンチはすごいスピードになってしまう。スピードを上げるならスピードを上げるためのトレーニングをしないといけない。こいつらの場合単に筋肉で腕を動かすだけでなく気でも動かしてる感じだからな。ゴテンクスのように夜行速クラスで飛び回れるなら腕の動きが多少遅いくらいどうってことない気はする。相手も同じかそれ以上の速さで動くんじゃ。気が力の源なんだからそれをスピードに使わずパワーに全振りしたら空遅くなる。とどめのエネルギー波を打つ瞬間だけムキムキになればいいやん。そこまで追い詰めれたら変身しなくていいじゃん。セルを拘束してムキンクスが殴ればいいと同じジレンマ。キャラクテかドーナツさえ習得していれば、単純なパワーだけならため時間やたら長いとはいえファイナルフラッシュで足りてたしな。パワー上乗せの変身の必要性は特になかった。ベジータ自身はヒゲしてたがなんだかんだ悟空と同じくナメプセル相手なら半身消し飛ばすくらいのパワーには到達してんだよな。他的にはパワーみなぎってる感じが好き。まあ常時こんな筋肉が膨れ上がるほど力んでたら関節もスムーズに動かないしパワーだって発揮しがたいかもな。可動域の問題で小回り効かないだろうしな。普通に筋力上げたならスピードもそれなりに上がると思うが無理やり膨らましてるだけだし。筋肉つけると推進力が出るし体重が重くなるのでスピードは上がる。ただし上がるのは最高速度。体重が重いということは慣性の法則が強く働くので発進と停止がしにくくなる。だから小回りが効かなくて負けると思われる。
真っ当なパワーアップならその完成を制御できるレベルに全体的に無駄なく出力が上がっているんだろうな。俺も可動域の問題だと思ってた。悟空がこんなに膨れ上がった筋肉ではって言ってるし、今までの可動域が100として、でかすぎる筋肉が邪魔して99になるだけでも様々なフォームに影響出ると思うし、重量が原因とすると増えた筋肉量に対して相当重くないと出力重量にならんと思うし、サイヤ人の筋肉の重量が地球人より超絶重いとかじゃない限りね。骨格も成長していればマシかもしれんけど、木の力で筋肉だけ膨張してるわけだからな。そりゃ動きづらいわ。殴るよりビームの方が強いからパワーだけ上げる意味はない。格闘戦できなきゃ。カメハメハ撃つ時とかムキムキになるやん。ビーム系は筋肉で撃つんだよ。つまりビーム系最強のドラゴンボールではムキムキこそ最強。やはりムキムキになれる亀仙人が強いのは間違っていなかったか。こんなスーパームキムキマッチョ面になったら、そりゃトランクスも俺めっちゃ強くなったやんって慢心しちゃいますわ。僕は父さんを超えてしまった慢心。父さんに気づかれてはいけないムキンクスのことを。ベジータもあの変身ができるし、トランクスもそれは知ってるけどな。知らないぞ。セルに欠陥を指摘されてから、ベジータができないのでなく、あえてやらなかったということを察した。欠陥指摘された時にベジータがやらなかった理由に気づいたじゃなくて、ベジータはこの形態を知っていたけどやらなかった、およびやらなかった理由に気づいたんだぞ。まあドラゴンボールの世界で言うとわずか数秒のスピード不足が命取りになるんでしょ。そや常にあんな目に見えないスピードで戦ってんだから余計に説得力あるし、ネブロリーは例外ということで。ほんの 0.1 秒初期値のヒットの時飛ばしが凄まじいアドバンテージになる世界だしな。ブロリーは骨格から変化してるし別物なんだろうね。まあブロリーはもともとガタイがいいし、そのあたりが関係してるのかもしれない。ケールはわからん。蝶のブロリーは知らんけど、 Z のブロリーは伝説のスーパーサイヤ人っていう形態だからな。ただ筋肉が肥大化しただけのトランクスとは違う。あの世界では筋肉だるまは鈍重という覆せない理があるのだろう。ムキムキな奴が機敏に動く作品は結構あるけど、そこらの世界とは法則が違うのではないか。絵的な問題もあるしな。ムキムキマッチョなやつが勝つより細身のやつの方が勝つってのは昔からのお約束でもある。筋肉あった方がいいのも筋肉のつけ方考えないといけないのも、どちらも早く動くには必要な要素。ブロリーやジレンみたいな例があるから、単純に自分の身の丈に合わないマッチョ化をする時のバランスとかめちゃくちゃになって、結果的に弱体化してるだけだと思う。読んでる側からしたらそんなにスピード落ちるかとなるが、当事者同士だとそれが些細なようで絶対的な差になるだろうしな。空振りの攻撃ってそれだけで消耗激しそうだし。